はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はドッキリ仕掛けていきたいと思います。まあ、今回何のドッキリをするか。まあ、どこぞのなんかショート動画で見たんですけども、まあ、それをドラクエ10でもやりたいなということで、まあ、今回ヨモギをですね、ファンの子がいると、写真撮影したいというファンの子がいるっていうことで、ヨモギをここに呼び出して、まあ、そしたらヨモギが来るわけじゃないですか。 特徴は赤い服の人みたいな感じで、まあ、例えば言っといて、まあ、そしたらみんな赤い服着てるみたいな、その人が大量にいて、で、ヨモギが困惑する、まあ、今回そういうね、ヨモギの反応を見たいということで、まあ、今回ヨモギにドッキリを仕掛けていきたいと思います。まあ、イメージするとこんな感じ。 あ、なんか、フラちゃんから写真撮影したい子がいるっつって、あ、アグラに来ました。そしたらなんか、おいなんかいっぱいいるんだけど、みたいな。<laughs> え、どれに話しかけたらいいのみたいな。それで困惑するヨモギ。どういう反応するのか、めちゃめちゃ楽しみ。まあ、というわけで、早速やっていきたいと思います。 とりあえず、ヨモギになんか、ま、誰か知ってる人がいるかもしれないんで、ま、とりあえず、ヨモギが知らなそうなキャラクターになってもらいます。とりあえず、ま、ヨモギに知られてしまえば、その瞬間にドッキリが不成立になってしまうんで、あれこの人見たことあるなみたいな。ま、あそれでも別にいいんですけども、正直、接点がなければ、ま、ヨモギは多分知らないと思うんで。ま、あそういうわけで色々ちょっと打ち合わせしまして、ね、特徴何にするかって考えたときに、ま、正直赤い服とかだと、めちゃめちゃ時間かかるんで、ま、今回レンタル装備で、を 着よううかということいこになりました、まあ、ナスであれば、まあ、結構着てる人もいるし、であとは場所に関しては、さすがにアグラニだと、あこれ一瞬でドッキリということでバレるんで、まあ、なので場所に関しては、まあ、22サバでも一応結構人がいる、メギストリスにしようかなということで、で、撮影するときに自分がいると、マジで、もうヨモギに一瞬でバレるんで、まあ、自分もサブキャラで、多分このキャラクターヨモギは知らないと思いますんで、まあ、自分もね、こちらにちょっと紛れていきたいと思います。自分もナスになって、あ、いい感じ。 ですね素晴らしい。で、場所に関しては入り口だとそこバレるんで、ちょっとオシャレストリートまでヨモギを誘導していきたいと思います。で、あとはヨモギにオシャレストリートにその人がいるということだけを伝えて、で、みんなには適当にこの辺に散ってもらうと。で、ヨモギに対しては、まあその子は引っ込み事案で話しかけてあげないと全くもって反応を示さないみたいな、まあそういう風にちょっと言っておきます。 で、いいねされたら、まあ、テナな打つとかして、もう何も知らないような、もうそんな感じで、え、何ですかみたいな、<laughs> そんな感じで、ちょっとやっていけば、多分ヨモギも、え、どれだよみたいな感じになると思うんで、まあ、そういうわけでね、早速、作戦の方を実行していきたいと思います。はい、そういうわけで、ちょっとヨモギにね、コンタクトを取っていくんですけども、ちょ、今大丈夫ということで、で、ヘイというね、メギストリスにいるって DM 来たと、いうことで伝えておきましょう。集会か、なんかのイベントやってるらしいので、見つけてあげてと、はい、じゃあ、 落ということでね、ちょっとやっていきたいと思います。で困ったらもうフレチャしてくれとでどこチャで返すという風にして、まあ、そしたらまあ、こちらにちょっと今表示してるんですけども、まあ、ここでねちょっと見ていきたいと思います様子をあどうでしょうかどうでしょうかちょっと待って <laughs> とりあえずよもぎが来るまで待っておきましょう。とりあえずあのよもぎにはまだオシャレストリートって行ってないので、もうとりあえず多分まず困った時何かしたら来ると思うんですね。さあよもぎは来るんでしょうか。 ちょっとと,とりあえずどうしよう俺どこで待つ方がいいかなワンちゃんキャラバレるからな適当にこの辺であ来たも来た読た来た読も来た読も来たちょっと待っていろいろこう見えないかちょっとこうよ,よ,よもぎ来ちゃったよもぎ来ました今あそこにいます今あそこでちょなな何かをちょっと困ってんのかなあれ立ち止まってるなんだろう動いた動いた動いた なんかの集会とは言ったから、多分ナス集会。まあ、それでね、一応ね、ナスの集会ですから。いや多分、いや、めっちゃ今困ってるぞ。店の中入ってった。誰かわからないんだろうね。多分,多分あの、どこちゃくると思うんですけども。ちょっと、今、今どんな感じだろう。え、じゃあ、出てきた、出てきた。よし、ぎ待て。よも,ぎもナスになった。ちょ、あれ、何がしてんだ、マジで。そうな待って、意味がわからん。 って意味がかん。ちょっと、いや、よもぎがいる。ちょっと待って、俺知らないふり、何も知らないふり。何も知らないふりで、ちょ、あの、兄貴が、ちょなな俺、ちょっと待って、待って、なんか、俺、バレてねちょっと待って、今、何も知らないふりで、行きましょう。ちょっと待って、待って、待って、ななんか、追いかけられてる。なんか、追いかけられてる。何かを察知られたかな何かを察知られたかちょっと待って、ちょこれ、バレてるくくねちょ、なんか、ちょ、やばい。いやでも待って。 いや、ギリギリ、多分、俺のこと、多分、俺が一番動いてるから、いや、多分、おそらく、俺に対して、ヘイトが向いただけじゃないかな。これ、いったどういうことだちょっと待って、俺完全にターゲットつけられてないか、これ。ちょっと待って、いや、俺もなんか、あの、変なことしない方がいいと思う。いや、さすがにこのキャラクター、よもぎには絶対バレてないはずなんで、いや、ちょっと待って、待って、ちょっと待って、なんか、ターゲット、ちょっと待って、あ見つけ、ちょっと、これ完全にアウトやわ。いや、ちょっと、白ららしく、ちょっと、あの、ハテナとか撃って、 ちょっとんとかごまかしとこう。ちょ、これ今、よもぎどういう気持ちなんだろう。ちょっと待って、ちょっと待って、これマジで、放送事故だろ、マ、ま、ジで。フラちゃんとこの子あちょっと待って、いや、やっぱ知らないっぽいぞ。いや、ちょっと、これはもう、これはもう、完全に、完全にちょっとごまかしとこう。いや、これギリギリバレてない。多分ギリギリバレてないと思う。どういうことちょと同じナス愛好家ですかみたいな。 え、ちょ、と何？ちょ、何がちょ、何がちょ、な <laughs>、なんとかごまかしていけ。なんとかごまかしていけ。で、ヨモギ全く反応がないです。あ、勘違いあ、よし、来た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 。なんとか、なんとかね。ちょっと一応これ、どこ茶が来たらつけるんで、ちょっと消していきましょうか。ちょ、あの、いや、ど、どうなんだろうちょ、待って。 いや完全にでも、絶対バレてないという自信はあるんで、このキャラクター自身。まあ、なので多分、俺がいい感じに動いてたから、多分バレたっていうか、多分ヘイト向けられただけで、多分実際はそうじゃないと思う。ちょ,ちょ,ちょよ,よ,よもぎが、よもぎが料理、料理屋の中に入ってった。ちょ、これ、今、今どういう状態もう全く誰か特定できてない感じっすね。まあ、なので、ちょっと、よもぎ、あー走ってた走ってた走ってた。走って,た走ってた帰ってきました。 帰ってきたちょっ待っていやシュールすぎだろナスしかいないとりあえず何も反応がなさそうですねあ待ってあ帰ってった帰ってったちょな何だ何だ何だ、まあ、そしたらちょっとヨモギ帰っちゃったんでちょっとオチを作ろうフラちゃんがあのナスって言ったらヨモギを囲むっていう、まあ、そういうちょっとオチを作りましょうちょナ,ナスはいヨモギ旅行練習よし いい感じですね。いい感じ。あ、素晴らしい。あ、そう、こ、こんな感じ。あ、素晴らしい。これでちょっと、やっていこう。まあ、一応ね、この写真撮れたということで、ちょっとね、連絡しておきました。まあ、ど、どう帰ってくんだろう。誰かわからんからどうしようもないわ。よ、よしあの、ネタ話し,しよう。えちょっとあの、ヒント、ヒントあげよう。美容院にいるって言ってるっていうね。まあ、こういうヒントをあげよう。え、多分、多分来ると思う。いや、ちょっとなんか、一瞬、ちょっと、なんか、ば、ば、レミーってフラちゃんのサブじゃないんい多分ここで、ちょっと、違うよとか言うと、あれだけど、 いや、逆に、こう、言うことによって、ま、多分、こう、え、どういうことみたいになると思うんで、ま、こう、なして、みたいなね。ま、なして、みたいな感じで、いや、同性同名の全く知らんやつぞ、みたいな、そんな雰囲気を出していきましょう。あ、ちょ、読みに来た読み来たちょ、よし、よし、ネタばらしというか、あれやるぞ。はい、ゃあ来ました。はい、ナス、はい、ナスです。ナスです。ナスです。来ました。 なす、はい、はい、そういうわけで、大丈夫こもってるよ、困ってるね、よもぎが見れたんで、検証結果、よもぎ、 でも誰かわかんなかったから帰るっていうね。<laughs> まあそういう結果になりました。まあやっぱリアルと違ってね、やっぱチャットを打たなければならないという、多分ゲーム内の多分んヨモギはとてつもなく困惑したと思う。あ、はい、といネタはいネタ話。あ、誰かわからないドッキリでした。<laughs> ということで。いや、あ、泣いてますね。ちょっと感想をね、ちょっと聞いていきましょうか。 どういう感想なんでしょうか何か、何かと思ったらびっくりしました。いや、ちょっとね、まあ、唐突に思いついたドッキリということで、ちょっとやりたくなってね、ちょっとよもぎをターゲットにしてみたんですけども、これ別の人にやってみてももっと面白いかもしんないですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか ま、もっとね、こう困ってる感じを見れたらいいなと思ったんですけども、まあ、やっぱリアルと違ってゲーム内アバターなんで表情とかがね、ちょっとわからないんで、まあ、少しちょっと、ま、微妙と言ったらあれかもしんないけど、まあ、面白いことはできたかなと思っております。えー、ヨモギ曰く感想はナスということで、ナッスイングなんですかね。ヨモギがレベル上げしてる最中に無理やり呼び出したんで <laughs>、シ多分本人はやるせない気持ちだろうと思うんですけども、 まあこんな感じにちょっとヨモギをね、はめてみましたわ。まあ、つばけで皆さん、今回の動画はためになった、いやためにはならないな、えー、くだらないと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。